なぜ人間はミルクをたくさん飲むのでしょうか。またなぜ人間は特定のの種類のミルクを好むのでしょうか。ミルクは生後初めての飲み物でもあり今や製造方法の進歩や多様な乳製品のおかげで人の食生活を豊かにし味わいを楽しませてくれますミルクの主要な役目は生後間もない赤ちゃんに完全な栄養を届けることです 事実、発達と成長に欠かせない栄養素、タンパク質、炭化水素、脂肪、ビタミン、ミネラル、水が含まれています。生まれて最初の半年間、赤ちゃんはミルクだけを摂取していれば良いのです。ミルクの成分は哺乳類の種や食べているもの、生息地などによって異なります。例えば、北極圏のトナカイのミルクは高カロリーで約20%が脂肪分です。 これは人間や牛のミルクの約5倍ですが過酷な玄関を生き抜くことなかいに役立ちますではミルクはどうやって作られるのでしょう哺乳類に固有である乳の分泌過程において乳腺細胞というミルクを作る特別なタイプの細胞が梨形の繊藻の周りに層を作りミルクの構成成分を全て吸収し次に活綿症包体の表面上でごく少量の脂肪の雫を合成します 雫同士が集まりさらに他の分子と結合すると排出されて脂肪肝の空間に溜まります最終的に乳腺が分泌したミルクは乳房を通じて出てくるかカモノハシの場合はお腹にある管を通して出てきますこれは害してメスのみに起きる現象ですが中にはダヤクフルーツコウモリやヤマヒツジ猫でさえあることですがオスでもミルクを出すものがいます 世界で食用にされているのは水牛や山羊、羊、ラクダ、ヤク、馬、牛のミルクです。このほとんどが半数動物といって、哺乳類の一種で4つに分かれた胃の中で大量のミルクを作ります。その中でも牛は最も家畜向きで、牛乳は簡単に乳脂肪と液分に分離させることができ、脂肪分の割合は人間の母乳と同じくらいです。 自然の環境では哺乳類は赤ちゃんがその場で飲むためにミルクを分泌しますしかしもっと飲みたい消費者の高い需要から酪農業界は生産量を増加し日持ちさせ多様な乳製品を提供する方法を生み出してきました製造所ではミルクを高速遠心分離機にかけ他の乳成分より軽い脂肪分を液分から分離し浮遊させます この脂肪分をすくい取ったものが乳脂肪と呼ばれこれを用いた乳製品がバタークリームチーズなどですまた乳脂肪をさまざまな割合で液分と混ぜて脂肪の割合を変えたミルクを作ることもできます脂肪分を全量加えたミルクは全乳ともいい3.25%の乳脂肪を含みます低脂肪乳には12%脱脂乳には0.5%未満の乳脂肪が加えられています 脂肪分の再分離、つまりクリーム化を防ぐため、混合物に高い圧力をかけ、均質化処理を行います。店頭に並べる前には、加熱処理をして細菌の量を減らします。政府が規定した処理ですが、生乳派の人はミルクの栄養素が損なわれると言います。ミルクの腐敗は細菌がミルクの栄養分を摂取し、分解することで始まります。 これがさらに進むと乳脂肪が凝固し見た目も受け付けない代物が出来上がりますまた細菌の侵食による副産物として味も匂いも不快な複合物が生成されるのですしかしもっと大きな問題は生乳には死を招く病原菌が入っている場合があるということそういった細菌をなるべく多く死滅させ鮮度を保つため加熱殺菌という技術が使われています これにはミルクを約30秒間高温にさらし殺菌する方法と超高温瞬間殺菌法 UHT 法というたった数秒だけ超高温にさらす方法があります UHT 処理したミルクは賞味期限が長く最長で1年間冷蔵庫に入れなくても問題ありませんが加熱殺菌ミルクは冷蔵庫で保存しても2週間程度しか持ちません これは UHT 法の超高熱がより多くの殺菌を不活性化させるからです。ただ高温で処理するほどミルクの栄養や味わいを損なう恐れがあります。どちらが良いかは結局消費者の好みや利便性へのニーズ次第です。幸いにも酪農業界における生産量は年間8億4000万トンを超え様々なニーズに対応できています。これらのビデオで学んでください。 チャンネル登録で新たなことを学ぶチャンスを